花取りの舞。姫が宝物の玉を持って舞っていると鬼が出てきて、姫を脅かして大事な玉を奪ってしまいます。そこに正気が現れ、鬼と押し問答して無事に玉を取り返し、姫に返します。正気については諸説ありますが、もともとは中国の唐の時代に実在した人物だという話もあります。唐の元朝皇帝が病にかかり、高熱の中で夢を見ました。宮廷内で高鬼がいたずらをしていると大鬼が現れて、難なく退治してくれました。皇帝が大鬼に正体を尋ねると、私は正気、自分を手厚く葬ってくれた高祖皇帝の恩に報いるためにやってきた、と告げたといいます。元朝が夢から覚めると病が治っていることに気づき、画家を呼び正気の絵を描かせました。出来上がった絵は元朝が夢で見た、長く豊かな髭を蓄え、大きな目で何かを睨みつけている正気そのままの姿だったそうです。この伝説が一般に広まり、厄除けとして端午の節句に正気の絵や人形を飾る家が生まれたそうです。塚崎の玉取りの舞は、正気様が厄気を払い、命を守ってくれたという舞なのかもしれません。皆様どうぞ拍手でお迎えください。